はい、青春ヘミチケチアーマです。今回はビックリマンパッケージコレクションということで定期的にね動画の方を配信しているんですけれども、今回は鬼滅の刃マン2ということでお送りしていくんですけれども、ちょっとね動画公開がね遅くなってしまったんですけれども、まあビックリマンの鬼滅の刃マン2ついに発売されました。こちらやはり、ね、人気の高い鬼滅の刃なので、まあ、今回も入手困難なのかなと思いましたが、まあ、前回のね鬼滅の刃マンの時は本当にね店頭で見かけることもなく本当に瞬殺といった感じで、自分もなんとかね友人に頼んでコンビニの方で、ね、取り置きしてもらって購入できたんですけれども、今回もねコンビニの方に取り置きしてもらったんですけれども、あちこちのねコンビニで、ね、その後ね見かけることもあったので、今回はね生産数もかなりね多めにねロッテさんも作ったんじゃないかなと、そういったところでね品薄といいますか売り切れというところまではいかずにね店頭で買われた方も多かったんじゃないかなと思います。で今回ね鬼滅の刃マン2ちょっとね改めてパッケージの方見ていきましょう。まずはこちら炭治郎善一之助のねこちらのパッケージですね。こちらはねやはりね主要キャラクターといった感じで、まあ、人気のパッケージになってくるんじゃないかなと思います。でもう一つはね煉獄杏寿郎などが載っている柱バージョンですね。柱の方がこちらのパッケージになっているんですけれども、どちらもね鬼滅らしいカラーリングになっているんじゃないかなと思います。で前回の鬼滅の刃マンの方とちょっとね比べてみましょう。前回のはこちらですね、まあ、割と色合いは似ていて、特にこちらのね、まあ、炭治郎のバージョンは左右ねちょっとね入れ替えたのかなといった感じの、まあ、パッケージかなり被ってる感もあるんですけれども、こちら柱の方と富岡牛の方はねまたねちょっとねカラーリングの方も変わっているんじゃないかなと思います。で側面のね滅という字はねまあ相変わらず変わらずといった感じなんですけれども、で背表紙自体もねやはりねワンパッケージですね。こちらの方ね色の方はね変えられていません。で裏の方も見ていくんですけれども、裏の方はねやはりねこちら QR コードとビックリマンと鬼滅の刃がねコラボ第2弾といった感じでね記載されています。それではね今回もね同様に2パッケージで、まあ、4つ買ってきたので2つはね開封の方していきたいと思います。それではまずねこちらの炭治郎を開けてみましょう。全24種エンボスメタルシール、あいいんじゃないですか。これはね飛び岡義勇とヘラクライストのこちら S ですね、なんかシークレットですね、シークレットの方が出ました。まあ、こういった感じで、ね、ビックリマンとコラボ、まあ、どういったねこの兼ね合いでこういうコラボになるのかはちょっとわからないんですけれども、まあ、ビックリマン世代としてはね結構ね嬉しいコラボ系の、まあ、S の1といった感じでねシークレット1の方が出ました。それではね煉獄さんの方も開けてみましょう。まあ、こちらは甘露寺密林になります。まあ、鬼滅といえばそこまで自分もね好きかというとそうでもないので、まあ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 人気のねビックリマンとのコラボになるということはね分かっていたので、今回ねこんな感じで購入してみたんですけれども、やはりこういったねアニメで人気のねこういったねかなり主要といいますか人気のあるねコラボビックリマン、まあ間違いなくねやはりねコレクションしておきたいねアイテムだったので、まあこちらの方にコレクションしておきましょう。でこちらのワンの方ですね、ワンの方も一緒に入れておきましょう。もうかなりね増えてきましたビックリマンパッケージコレクションも。こちら初期の鬼滅の刃マンの、まあ、パッケージといいますかね外箱の方も所有しているので、今回ね、まあ、鬼滅の刃マン2の外箱まではね入手しなくて良いのかなといった感じがします。で鬼滅の刃マンの全24種はこんな感じになります。エンボスメタル全24種ということになるので、またねコンビニに見かけた際には自分もねちょこちょこ購入するのも良いのかなと思っていますし、まあとりあえずね2つはねパッケージコレクションとして保管用に購入したので、今後はねまあ時々購入して、まあ、シールなんかをね楽しんでいくのも良いのかなと思っています。といった感じ今回はね鬼滅の刃マンだったんですけれども、今後もねこういった感じでビックリマンのパッケージコレクションまだまだね増えていくような感じがするので、今後のねビックリマンの動向についてもチェックしていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。